清公人清澄寺は、兵庫県宝塚市にある、新御三宝州の総本山の寺院。清澄寺の本尊は、大日如来だが、境内には、美穂工人社もあって、こちらの方が著名である。神仏集合の形態が、色濃く残っている。このことから、清隅人清澄寺の名称がある。摂津国十八箇所第七十二番札所。 寛平八年十一月十八日に、歌天皇の直願寺として、聖冠僧城により、旧清と呼ばれる山の尾根に建てられた。陳樹神として、現在寺である西の谷の地に、御保皇神社も建立された。歌天皇より、日本第一聖孔神の称号を貸しされ、最盛期には七道七十二坊の荘厳ながらんを誇った。平安時代末期の辞書。 呪影の乱や戦国時代の有岡城の戦いに巻き込まれて炎上しているが、三保工人者は被害を免れている。江戸時代の安政年間には成長寺本堂が旧清から現在地に移築され、城会和城によって清住寺が再興されて、仮覧が整えられた。1947年に穂三保山腹の教理に基づいて、新言山宝集が開かれ、当時は、 その総本山となった。山内には画家、富岡鉄斎の作品を集めた、鉄斎美術館、昇降殿が1975年に設立された。近隣地域では、工人さんと呼び習わされ、かまど神の一種として、ここで受け取ったお札を台所の神棚に祀るなどの信仰が根付いている。門前の緩やかな坂道には、屋台を含め200近い店舗が軒を並べて、 門前市を形成している。国道から弁護士になったことで話題になった、大平光代の構成のきっかけとなった寺としても、有名。大平は初めて訪れた日から17年間毎日、通ったという、ありがとうございます。